って。待ってよ、ノイ。僕は君を助けるって誓ったんだ。こんなところに君を置いてなんて。アユタと一緒に旅したこと、絶対に忘れないから。クレハ様とシグナ、新しい私にもよろしく言っておいてね。さよなら。ありがとう。元気でね、アユタ。ノイ！ノイ！これでよかったんだよね。話がしやすいように再び姿を借りさせてもらった。セラムよ、さすがにお前には気づかれてしまったようだな。ま、こん中じゃ一番長く行動を共にしてたからな。あれから一年、あんたも正常に戻ったってことか。おかげさまでな。改めてお前たちには謝罪をせねばならぬな。いいえ、おかげでシグナたちを助けることができましたし。だけど結局ノイは助けることができなかった。そうね。さすがに心残りだな。ふん、何を言っているのか皆目見当がつかぬが、ノイならそこにいるではないか。え？そこにいる？いや、だってこいつは新しいノイなんだろ。その言い出しにくかったんだけど、私、以前の私なの。え？
ったみたいなの。エン、正確に言えば、新たなノイと統合されたのだ。今回地上に行った記憶も確かにあるはずだろう。ストロラーベの異常が取り除かれ、内部世界に介入する隙が生まれたのでな。消える寸前のノイの精神を運よく保護できた。ただそれだけのことだ。それだけって十分すげっつの。まあ、さすがは星座級ってとこだが。本当にありがとうなの。私もうみんなと会えないんだって。そう思ってたのに。こうしてまた。ノイ、そうね、私もまた会えて嬉しい。こんな早くに全員で顔を合わせる日が来るなんてな。星座球、あんたには礼を言っても言い足りねえぜ。先ほども言ったが、私は過去の過ちを清算させてもらっただけだ。礼を言われる筋合いはなかろう。いえ、それでもお礼を言わせてください。僕の友達を助けてくれて本当にありがとうございました。まあいい。それよりも今回はお前たちに伝えておくことがあってな。姿を現したのはそのためだ。伝えるべきこと？テラは地上から離れ、星の海へと旅立ち始めている。間もなく天移門のつながりは断たれ、再び世界は隔絶されるだろう。そんな。次に地上に接近する日は何十年後か何百年後か、この私にも計り知れば。ちっ、せっかく再会できたっつうのにもうお別れかよ。
運命はお前たちが決めるがいい。お前たちがどこへ行こうと、もはや止める者はいないのだから。寺は1年前の時点で再創生という役割を失った。そしてアストロラーベが止まったことで、寺の生命たちは管理を離れ始めている。その意味ではミトスの民や管理者はもはや必要がなくなったのだ。すでに寺は地上から離れ始めている。考えている猶予はない。決めるのはお前たちだ。地上には私たちにとってかけがえのないものがある。ナユタやアーサさん、ライラに村のみんな、愛すべき人たちがいる。私は地上に行きたい。私もナユタやクレハ様たちと一緒に生きていきたい。クレハ、ノイ。なこと、俺も同じに決まってんだろ。師匠に散々心配かけたから大目玉を食らっちまいそうだけどな。シグナ、天衣門をくぐったならば、それがテラとの永遠の別れとなるだろう。さらばだミトスの民たちよ、そして地上の子よ。さよなら、セイザキュン。この世界の生命たちのことよろしくお願いします。それじゃな。最後に父さんの姿見せてくれてありがとうよ。本当にありがとう。この世界のことは絶対に忘れません。行こうみんな。姉さん、ライラ、師匠、みんなの待っている残され島へ。天上の海に、ナユタほど輝く星たちに願いを捧げよう。あの子たちに、そして世界の行く末に幸あらんことを。変えるから。
生きよう。